どうも影安です。今日はですね「小劇場建立」混流ということでね、えー、ついてお話ししたいと思います。えー、僕はですね、あのー、演劇というかねうーん劇団に入ってたんですねその素人の素人というかそのアマチュアの劇団ですねアマチュアの劇団に入ってまして。 でそれが27ぐらいですかね、えー、に入ったんですけども最初はですね、あのー、僕その時は土日が休みのお仕事をさせていただいててですね、あのー、ワークショップがあったんですね。で土日にこう土日土日とこうあるワークショップがあったんですね。でそれに行ってで最終的に、えー、芝居というかその。 短いストーリーを考えてそれをあの、半ごとに分かれててそれでこう発表するっていうのをうやったんですねで。それをやった時にその、えー、出る前にむちゃくちゃ緊張したんですけどもそのセリフをガーッとこう覚えてたのを吐き出してこの緊張感から解き放たれた時のね、えー、気持ちよさというかそういうものを感じてちょっとこう。 演劇というか芝居というかそういうのが面白いなと思ったんですね。そのむちゃくちゃ僕は下手やったんですけども、えー、面白さっていうのを感じたんですよね。ほんでそのままなんか演劇シアターっていうのがあって、シアターっていうのがえちゃんとしたね、えー、2時間近い演劇をえ作り上げるんですね。それを一からこうやっていくっていうことでこうやっていったんです。それがね、えー、まあいろんなこう仲間との出会いがあってですね、すごく面白くて。 えー、そこから、えーうん、演劇劇団に入るようになったそこその演劇者隊の1回で終わりでその後に、えー、演劇,に劇団に入ってで、えー、劇団に入ってですね、えー、そこから演劇団に入って。えーえー まあ演劇をするようになってまあ芝居をするようになったんでもうでもねむちゃくちゃ下手でほで自分でこう努力もしないということでねただもうまあ遊びみたいな感じでしかちょっと捉えてまあ好きやったんですけどまだ何も分かってない状態今も分かってないですけどその分かってない状態でそれをやったというただすごくこう自分の中の思い出としてはすごく楽しいということですねことを思ってました。 でそのことからですねその僕が27でやったんですけどそれが結構影響を与えてる自分の中の人生に影響を与えていい影響を与えてるというあと、えー、仲間もこういい仲間もいてっていうことでね今ちょっとあまり会えてないですけども、えー、そういうことがあったんでそういう場を作りたいなっていうことで、えー、小劇場を建立、えー、作るということが 自分の中の目標の中の一つとしてその衝撃場を作るということですねだから衝撃場を作るためにはですねまず土地ですね土地ほんでこう演劇をするんでですねその演劇をまあ夜とかにこうやってしまうんで、ね、衝撃場でで声が出るんでそのご近所さんに迷惑がかかりにくい形でやっていきたいんでその土地選びとですね で建物に関してはちょっと、えー、そういうプロの方にこうそん相談しながらその建物を建てていくでしょうけど、えー、土地はもう買ってしまうということですねだからそこまでは自分が頑張ってやっていかないといけないんですけどもその土地を買って建物を建ててほんでえー、衝撃場を運営していくと。 と,いうところですねそれと同時に僕が「アナーキーポケット」というですね、えー、劇団をこう、まあ、主催というか僕今一人だけなんですけどもその何人かおられてそれ手伝ってくれる人はいるかなと思ってるんですけども主としてこうやるメンバーがちょっと今のところいないんでこれもこう自分でこう探していく多分ねそういうのがこう揃ってくるとそういうメンバーが集まってくるような。 感じはします。そういうういのがこうなってくるで。基本的にはそのお笑い寄りの劇団ということですね。演劇コントグループみたいな形のものを僕が作っていくんでですねこれに関してはね、えー、早くてまあ3年後、えー、2年ちょっと後かな、えー、2年半後ぐらい からしか動けなないだろうなと思ってます、えー、アナキーポケットという、えー、劇団の活動としてはちょっと先になりますねそこからこうもう一回再スタートという形でこうやっていくことになるかなとそれまでにこう何かを作り上げていかないといけないんですけどもあのそこからこう活動していくそこからこういろんなものをこう 発展させていくのと同時に、えー、衝撃場をこう作っていくとでアナーキーポケットをやって衝撃場も作れる状態に自分を持っていくということですねで衝撃場を運営する、えー、運営するんですけどもそこはね、えー、衝撃場の、えー、まあ言ったらその艦,艦長っていうか衝撃場の,その一番偉いさんというのをちょっと置こうと思ってます人。 をえー、基本的にそういう、まあえー、演劇っていうのは総合芸術ですけどもそういうことがある程度分かっていてですねそういう経営というかある程度の,そのリーダー的なことができるような人をねこう,雇おうかなというふうに思っておりますでなるべくそのこの衝撃場を赤字ではなくね黒字でこう持っていくようにしていくということですね。うん それをまあまあこれをこう、えー、達成するためにはですねうんかなり僕があの自分自身を上げていかないとこう磨いていかない磨くっていうか,か磨くって言ってもそれかなり突き抜けた状態にならないとですねそれが動いていかないと思うんでそこぐらいにはできるようにこう。 自分を高めてていいこうううとはいうふうに考えております、うん、もちろんその商売のね売り上げとかそういうことはもちろん上げていかないといけないんですけどそれ以前にね自分をこう高めていくっていうことがかなり必要になってくるかなと思います。でこうしっかりしたものをねこう出していくことによってああのまあファンがついてくる状態にこうそういうファンというかまあその。 あアーキーポケットに関してはそういうしっかりした面白いものを作ればですねファンはついてくるかなとは思いますしあとその商売に関してもそのしっかりとこう広げていくというか幅を広げていくことによってその集客とかいろんなことをつなげていくまあファ,ンファン作りもそうですしそういうことをしてい,こういかないと、まあ、いかないというかまあそうしていく。 そうならならいとです、ね、それは実現にこへやっていいくということう、ね、これはねまあまあ挑戦といわれここまではこう僕がこう独立してですね、えー、独立さんが39ぐらいですかね8年前ぐらいですけどここからこうずーっとやっていくのにねこれぐらいのことが、えー、できなければと普通一つの商売を成功させるという。 えことは大切なんですけどそれぐらいではちょっと面白くないなと思ってるんで、えー、衝撃場をこうあの作って建立してそれを黒字に乗せていくということまでをこうセットにこうやっていこうというふうに考えておりますまだまだね挑戦いろんなことへのこう向かうことはたくさんあるんで。 手を緩めることなくどん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 進んでいきたいなというふうに考えておりますということで今日は衝撃場混流についてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます